こんにちは、スタイリストの大山俊です。今回の動画なんですが、大人の冬アウターはこの2パターンだけあればいいというテーマでお届けをしたいなと思っています。まあ、最近気温もですね下がってきまして、そろそろですね今年最後の大物の買い物、皆さんも検討している頃かなと思います。やっぱり冬といったらもう一番の主役はこれですよね、アウターです。まあこれはですね、一番外側に位置しつつ上半身なので最も目立つんですよね。ですので冬用のアウターにはしっかりと投資をしたり、自分なりのこだわりをですねしっかり詰め込んだ方がいいというのが僕の中の考えなんですが、まあアウターといってもですねざっくりとしすぎていて、どんなものを買えばいいのかわからないという方も少なくないかなと思うんですが、実はですねメンズファッションにおけるアウターって結構範囲は広くないんですね。詰めて考えると僕はですね2パターンだけあればいいと思っていまして、それ最初にお伝えしてしまいますと、まずは大人っぽく綺麗に見せるためのコート類ですね。このあたりは1枚持っておくと便利かなと思います。一方で毎回毎回コートだとそれまたですね丈長いし、着心地で言ったらもうちょっとラフなものも欲しいなって思う方も少なくないかなと思うので、まあそんな時にもう一つのバージョンとして、まあダウンですとか中綿のアウターのようなこういったスポーティーな雰囲気のアウターですね。このあたりがあれば十分かなと思うんですね。まあ、僕自身もいろんな冬用のアウターを持っていますが、突き詰めて考えるとこの2パターンになってくるかなと思います。まあ、もちろんロング丈のコートの中にもいろんな形状のものがありますし、まあ、スポーティーなダウンだとか中綿のものの中にもバリエーションがあったりするんですが、まあ、この2パターンの中で皆さんにしっくりくるものを選んでおいていただければまず間違いがないかなと思います。ということで今回の動画ではこの2つのパターンですね、まあ、それぞれバリエーションもお見せしながらしっかりと解説をしたいなと思っていますので、今回の動画さえ見ていただければ冬用のアウター選びは結構ですねスムーズに済むかなと思うので、よかったら最後までお楽しみいただければなと思っています。こちらのチャンネルでは大人男性に向けてメンズファッションの今日をですねなるべくわかりやすく解説をしてますので、よかったらチャンネル登録やグッドボタンの方もよろしくお願いします。それでは早速行ってみましょう。はい、ということでここからですね具体的に冬用のアウター皆さんにご紹介していきたいなと思ってるんですが、まあ冒頭にもお伝えした通り、冬用のアウターはですねロング丈のコートと、そしてダウンですとか中綿のようなスポーティーなアウターですね、この2パターンだけでいいかなと思うんですが、まずは綺麗めに見えるですねロング丈のコートから皆さんにご紹介したいなと思ってるんですが、まあこのですねロング丈のコートの中にもさらに2つに分類することができるかなと思ってまして、それがですね定番的なステンカラーコートと、あとはチェスターコートというですね二大巨頭なんですね。このあたりはどちらもですね僕のチャンネルの中でこれまで何度も解説をしてきたので、まあなんとなくですね名前聞いたことがあるかなと思います。まあどちらももともとですねビジネスシーンで使うことが多いような、本当にですねベーシックでオーソドックスなアイテムかなと思います。まずはですねステンカラーコートから解説をしていきたいなと思ってるんですが、もともとシルエットが少しゆったりめになっていまして、襟は大きめです。でこちらはですねジャケットだとかスーツのスタイルにも合わせられるような A シルエットのゆったりめのシルエットなので、まあそのあたりが現代のトレンドとも非常にマッチしていて、今ですね買うのであればステンカラーコートの方がちょっと旬な感じがするかなというのが、まあ正直なところですね。まあ名前はですねステンカラーコートと呼んだりだとか、バルカラーコートと呼んだりだとか、あとはですねユニコの場合はシングルブレストコートと呼んだりだとか、まあいろんな呼び方がありますが、まあ大体同じようなジャンルとですね考えていいかなと思います。まあこのあたりはオンオフ兼用で使うことも可能だったりするというところも含めてかなりバランスがいいんですね。ただまあやっぱりコートって重量なのでそれなりに金額が高かったりします。まずですね皆さんにお勧めしたいのはユニクロのこちらシングルブレストコートですね。これ何度かこれまでにもご紹介していますが、やはりこれはすごく名作で、これぐらいの価格帯のレンジの中ではもうちょっと圧倒してるかなという感じがあります。もちろん GU とかでもあるんですが、やはり大人のコートとしてはある程度の素材感ですね、これは重要になってくるかなと思うんですが、こちらのシングルベストコートには一応ウールもブレンドされているので質感もチープに見えないですし、すごくバランスがいいんですね。まあ、こちらが 12,900 円ということで、大人が買えるコートの中では最もリーズナブルな部類になってくるかなと思います。まあ、色はダークブラウンですね。これが非常にいいのでぜひ皆さんにもチェックをしていただきたいなと思っています。そしてもう少し価格帯を上げるとですね、セレクトショップのオリジナルというジャンルになってくるかなと思います。ただ
このいわゆるセレオリというところにも価格がですね、結構買いやすいところから高いところまであったりするんですね。2年ぐらい前であれば割とですね、セレクトショップの中間ぐらいの位置だったら僕もですね、動画の中でもよく解説ができたんですが、まあ、全体的にちょっと価格帯が上がってきてるんですね。そうなるとセレクトショップの中の中価格帯が結構高かったりするので、そんな時にやっぱり使いやすいのがもう僕の動画の中でも何度も何度もこすり倒してきているグリーンレベルの存在なんですね。まあ、ご紹介したいのはセントデイルウールステンカラーコートですね。まあ、こちらで 36,300円ということで、グリーンレベルはセレクトショップの中でも割と価格帯がリーズナブルな方なんですが、まあ、3万円台後半に入ってきているので、まあ、このあたりがまあ頑張れるギリギリのラインかなと思ってるんですね。実はこちらの素材に関しては先日ご紹介したカバーオールですね、あちらと同じ素材を使ってるんですが、非常に仕上がりがいいんですね。まあ、さすがにユニコと比べても価格帯が倍以上になってくるので、素材の質感は違いは出てきます。まあ、ウール、ナイロン、ポリエステルのコンボ素材なんですけども、メルトンなんですが、地はしっかりとしてるんですけども、重たくなくて上品な見え方になるので、これは素晴らしい仕上がりかなと思います。まあ、カラー展開が3色になっていて、ベージュとネイビーとダークグレーというところで、まあ、どれも雰囲気がいいんですね。まあ、お仕事使いを考えるのであれば、ネイビーが鉄板かなと思うんですが、まあ、ステンカラーコートに関しては、割とこうベーシックな形なので、色をですね、こうネイビーにしてしまうと、結構仕事感が強く出てしまうので、カジュアル使いがややしづらいかなと思うので、個人的にはダークグレーとか、あとはベージュですね。この色合いもすごくいいんですね。まあ、特にカジュアルに振り切るのであればベージュがすごくおすすめのカラーかなと思います。まあ、現在ですね、買えるところで言うと、このユニクロかグリーンレベルというところで検討していただくと、ステンカラーコートはまず間違いがないかなと思います。そしてもう一つですね、コートの中で押さえておきたいのが、もうこれもですね、定番的な位置づけです。チェスターコートですね。まあ、これは数年前にトレンドアイテムとしてドーンと出てきて、そこから数年経てもうユニクロでも取り扱いがありますし、定番的な位置づけになりました。今旬なコートというわけではなくて、もうベーシックな範疇にはなってるかなと思うんですが、今でも大人の男性には使いやすいようなコートになってくるかなと思います。ユニクロにもですね、ウールカシミアのチェスターコートが展開がありますが、まあ割とこうオーソドックスなサイズ感でトレンド感が漂うようなものではなくて、素材の上品さは楽しめるんですが、ちょっと旬な感じというところで言うと、もう少しサイズ感ゆとりがある方が個人的には今の雰囲気に合っていて気分も上がるかなと思うんですね。まあそのあたりをしっかりと踏まえているのが、まあ先ほど同じくグリーンレベルのですね、セントディールのチェスターコートですね。こちらに関しては、まあ、昨シーズンのものですね。ちょっと素材は微妙に変わるんですが、ほぼ同じものを持っているので着た状態お見せしたいなと思うんですけども、まあこのような形で肩がですね、ラグランになっていてリラックスしたサイズ感になっているんですね。身幅に関してもタイトなものではなくて、少しゆとりのあるものの方が、まあ、現代の雰囲気には合ってるかなと思うので、チェスターコートを買うのであれば少しゆったりめを意識するといいんじゃないのかなと思います。まあ、ユニクロですとか、まあ、結構ベーシックなチェスターコートを買うのであれば、あえてワンサイズ上げるだとか、そのような形で対応してあげると、まあ、よりバランスがいいんじゃないのかなと思います。ステンカラーコートとチェスターコートの印象で言うと、ステンカラーコートの方が少し可愛いというか、ベーシックな中にも親しみやすさを感じたりするんですね。一方でチェスターコートというのはジャケットの延長線上のようなですね、襟がしっかりとついていて着丈が長い雰囲気になっているので、ちょっと綺麗めなテイストなんですね。なのでかっこいい感じ、シャープな感じが出せつつ、なおかつ少しゆとりのあるようなサイズ感ということで、決めすぎないというところが、まあ、最近の流れのチェスターコートなので、まあ、このあたりをトライしてみるのはすごくいいんじゃないのかなと思います。ということで、一つ目のアウターとしてはロング丈のコート、その中にもステンカラーコートとチェスターコート2つがあって、このあたりはお好みで選んでいただければなと思うので、ぜひチェックしていただきたいなと思っています。はい、続いてですね、2点目のですね、冬用のアウターなんですが、ダウンですとか中綿のアウターですとか、このあたりのスポーティーな見た目のですね、アウターなんですね。このあたりは、まあ、やっぱりですね、冬場には1枚は絶対に欠かせないアイテムだと思うんですね。まあ、コートに比べると丈も短いですし、まあ、ボリューミーなのでスタイルがよく見えたりだとか、大人っぽく上品な雰囲気というところは、まあ、どうしても出づらいアイテムではあるんですが、このようなスポーティーな雰囲気のアウターも冬にはすごく相性がいいですし、まあ、いろんな男性にも似合いやすい、なお
かつ暖かいんですね。しかも着心地も良かったりするので、まあぜひ皆さんにもチェックをしていただきたいなと思います。で、ダウンもですね、かつてはある程度もうベースがしっかりとしていて、まあダウンといったら以前はですね、まあこの形っていうのがですね、わかりやすくイメージできたと思うんですね。まあこちらの画像のようなダウン特有のモコンモコっとしたような縫い目があってボリューミーな雰囲気ですね。こういったイメージを持っている方が多かったかなと思います。僕自身ももともとダウンってあんまり好きじゃなかったんですね。というのも、まあ、このような従来のダウンというのは着膨れしますし、あんまりスマートに見えなかったんですが、まあ、ここ数年ですね、ダウンですとか中綿のアウターにも様々なバリエーションが増えてきました。もっとスッキリとした大人っぽいようなダウンですとか中綿アウターも増えてきているので、まあ、そういったものも含めてご紹介したいなと思ってるんですが、まずベースになるのがこちら見ていただきたいんですけども、ユニクロのハイブリッドダウンパーカー 3D カットですね。これは僕の動画の中でも何度かご紹介しているので、皆さんも見覚えがあるかなと思います。まあ、これはですね、名作中の名作だと思いますね。まあ、ダウンの中でも中綿とですね、ミックスしながら作られているので、まあ、ボリューム感も抑えられていますし、あとはダウン特有の凹凸感ですね。ボコボコとした感じがなく、割とマウンテンパーカーの延長線上のように見えるので、割とですね、トライしやすいような見た目になっているかなと思います。まあ、価格は 12,900 円ということで、これぐらいのレンジの中では、やっぱりユニクロは強いですね。まあもともとですね、こちらのダウンに関しては2年前にホワイトマウンティネアリングとユニクロがコラボレーションをした時のデザインを、まあある程度ですね、受け継ぎながらのですね、雰囲気になっているので、まあ非常にバランスがいいんですね。まあ腰にですね、蓋付きのポケットがついていて、縦に走るようなジップも一つのアクセントになっていて、すごくバランスがいいので、まあまず最安値で買いたいなと思ったら、ダウン系はですね、このユニクロのハイブリッドダウンパーカーで間違いがないかなと思います。一方で結構セレクトショップのオリジナルになってくるとダウン系も結構値上がりしています。まあ、以前であれば2万円台で買えたりだとか3万円台でも前半で買えることが多かったんですが、結構ですね、様々なセレクトショップ見ていても3万円台後半とか4万円近いものとかそれ以上のものとかも増えているので、そうなるとちょっと二の足踏みますよね。まあ、買いづらいというところがあるので、まあ、いろいろと探した中個人的にお勧めしたいなと思ったのがこちらですね。417エディフィスのアライドマウンテンダウンですね。価格は3万円をギリギリ切って 29,700 円ということで、これがですね、使い勝手がいいんじゃないのかなと思っています。各社セレクトショップって大体ですね、ベースとなるダウンの形とかが決まっていて、それがアップデートされる形でですね、毎年新たなものが出てくるんですが、まあ、417に関してもですね、こちらのアメリカの老舗の羽毛サプライヤーであるアライドフェザー&ダウンですね。こちらの素材を使ったダウンをですね、展開してるわけなんですけども、これはですね、まあ本当にデザイン的にもベーシックで使いやすいです。割とこちらもですね、マウンテンパーカーのようなデザインをですね、受け継ぎながらのボコボコとした凹凸感がないようなダウンになっているので、まあユニクロのハイブリッドダウンと同じようにですね、シャープに見えますし、カジュアルに振りすぎないので、なかなかバランスのいい仕上がりになっているかなと思います。まあ、写真を見ていただくとわかるんですが、割と襟が高めの設計になっていまして、全部ファスナーを締めても襟元のラインがすごく美しいのと、フードのですね、立ち上がりもすごく綺麗に収まっているので、このあたりもバランスがいいですね。で、ファスナーを開けると襟が高いので綺麗にですね、襟元が寝るんですね。このあたりも含めてなかなかですね、美しいシルエットが実現できるので、やはりユニクロにはないですね、セレクトショップのデザインのセンスだとかこだわりがしっかりと詰まった一枚になっているので、まあ、ちょっとユニクロよりももうちょっと価格帯上げたいなという時には、417エディフィスのですね、こちらのダウンは使い勝手がいいんじゃないのかなと思っています。まあ、カラー展開がカーキとブラックあるんですが、まあ、個人的にはですね、やっぱりダウンみたいなものは一度買ったらある程度長くは使うんですね。まあ、トレンドの影響は一定は受けるものの、そこまでですね、毎年大きくデザインが変わるわけではないので、一回買ったら3年以上は着るかなと思うので、ブラックを買って、あとはですね、ボトムスを少し工夫をして、例えばオリーブのパンツを履いてみるだとか、ホワイト系のパンツを履いてみたりしながら全身ブラックにならないように構成してあげると、割とですね、ブラックのダウンでも使い勝手はいいんじゃないのかなと思います。意外とこのようなミニマルでダウンなんだけどもスポーティーに振りすぎてないものって探しても見つかりづらいですし、価格帯も含めると結構高いものも多くなってくる中で、まあバランスよくですね、これぐらいの価格帯で買えるというところではなかなか完成度が高い一枚になってるかなと思います。そしてダウンもありますけども、最近はですね、ダウンほど暖かさはないんですが、軽量で機能的な中綿のアウターですね、このあたりも選択肢が増えてるんですね。まあ、僕もですね、実はダウンは最近あんまり着てなくて、中綿のアウターですね、
このあたりの方がライトで着やすいんですね。まあ、ダウンほど暖かくはないんですが、意外とですね、車だとか電車の移動が多かったりすると、むしろダウンだと暑すぎることが多かったりするので、中綿のアウターを着て出かけることが多いんですね。で、中綿のアウターだと結構形状も様々で、例えばこちらのような中綿のアウターなんかはですね、モッツコートのデザインをベースにしながら作られてるんですね。ちなみにこれ僕のブランドのオリジナルで作ってるものなんですが、また後日ですね、こちらはしっかりと解説をしたいなと思います。まあ、このような丈がちょっと長めのモッツコート風の中綿アウターっていうのは一つの流れとしてトレンド的でもありますし、結構上品に見えるので個人的にも好きなんですね。こういったタイプだけでも僕3パターンぐらい持っているので非常に好きなデザインではあるんですが、中綿のアウターだとまたダウンとは違ったようなこのようなアプローチもあったりするので、まあ、ぜひ皆さんもチェックをしていただきたいなと思います。ということで冬用のアウターの2つ目のジャンルとしてはダウンですとか中綿のアウターがあるということで、まあ、ユニクロもありますし、あとはセレクトショップのオリジナルだったら現状417エディフィスのものが使いやすいと思います。中綿のアウターだと結構モッツコート風の丈の長いものが使い勝手が良かったりしますし、旬な雰囲気も漂うので、こういった選択肢があるというところも頭の片隅に置いていただければなと思っています。はい、ということでいかがでしたでしょうか。今回の動画では大人の冬用のアウターはこの2パターンだけあればいいというテーマでお届けをさせていただきました。まあ、結論ですね、最初からお伝えしている通り、ロング丈のコートとスポーティーなダウン中綿のコートがあればもう十分だなと思います。まあ、それぞれ1着ずつでもいいと思いますし、場合によっては2パターンぐらいあるとバリエーションは楽しめるかなと思うので、まあ、1年につき1枚ずつ買っていくというぐらいで、まあ、バリエーションを広げていくのもいいんじゃないのかなと思っています。結構メンズファッションって広いようで狭いんですよね。女性のファッションの方が結構ジャンルもたくさんありますし、アイテム数も多かったりするので、まあ、結構難しかったりするんですが、メンズにおいては割と大枠のルールがあったりだとか、アイテム数も限られているので、まずは知ることが大事なんですね。まあ、このあたりのアイテムがあるんだなというのを知った上で、自分の感覚に合うものを丁寧に買い揃えるだけで結構簡単におしゃれが楽しめるかなと思うので、まあ、よかったら頭の片隅に置いていただきたいなと思っています。まあ、ちなみにですね、今回2パターンをご紹介しましたが、その間にあるのが先日ご紹介したグリーンレベルさんとコラボレーションでやったウールのカバーオールなんですね。このあたりは丈がダウンよりは長いんだけども、ロング丈のコートよりは短いというところで中間ぐらいを取ったものなんですね。まあ、僕自身は結構このあたりのコートが好きで、冬用のロング丈も持っているんですが、お尻がちょっと隠れるぐらいのですね、カバーオールをよく愛用しているので、まあ、こういった選択肢もあるんだよというところも含めて、まあ、2パターンプラス1覚えておけばまず間違いがないかなと思うので、よかったら参考にしていただければなと思っています。まあ、これからもですね、こんな形でこちらのチャンネルでは大人男性に向けてメンズファッションの基本なるべくわかりやすく解説をしたいなと思ってるんですが、まあ、普段の動画の中ではなかなか取り扱わないようなセレクトショップのオリジナルからドメスティックブランド、または専門ブランドですね、このあたりの情報に関しましては、僕がもう一つ運営してます YouTube のメンバーシップチャンネルの方で詳しめに解説をしています。週に2本のオリジナルの動画と、それに加えて週に1本ですね、ライブ配信もやっています。皆さんからいただいたご質問にその場でお答えする形でワイワイ楽しくやっていますので、気になる方はですね、動画の下の概要欄の方からチェックをしていただきたいなと思っています。また普段なかなかですね、ゆっくりと動画を見る時間がない方のためにオンラインサロンというものもやっています。こちらの方では動画じゃなくてですね、文章と写真ベースでおすすめのアイテムですとかコーディネートの解説を毎日お届けしています。だいたい一記事あたり2分ぐらいで読める分量で、サクサクとファッションの基本を学ぶことができるので、気になる方はこちらも概要欄の方からぜひチェックしていただければなと思っています。以上、スタイリストの大山俊でした。また次回の動画もお楽しみに。